はい、こんにちは、ゆうじです。日々ですね、YouTube の視聴者様とか、メルマガの読者様からですね、いろんなご質問もいただいております。それこそ、水素吸入の効果とか、安全性についてとか、あとは特定の機種についてのご意見くださいとか、あとは、僕についてのご質問も含めてですね、いろんなご質問を受けて、おりますので、今回はですね、Q&A ということで、もしかしたらご質問いただいていることについては、一人ではなくて、より多くの方も関心のあるご質問もあるのかなと思うので、こういう、YouTube 動画という形で Q&A 動画を作ることにしました。なので、質問に対して答えていくっていうような形式で、今回は進めていこうと思います。いただいている質問について答えていきます。今回はですね、僕の運動習慣についてお話していきます。結構ですね、僕は運動が大好きで、実際お会いした方からはですね、ゆうじさん本当体大きいですねとか、何かスポーツされてるんですかみたいな、そういうふうなことは大体言われることが多いんですけども、実際いろいろやっています。なので今回は僕の運動習慣、今どんなことをやってるのかということをお話ししていきます。今やってることは、メインとしては武術と筋トレ、あとは有酸素運動ですね。これがメインになっています。別に健康のためにやってるかというとそんなことはなくて、もちろん健康にもつながっているんですけども、どちらかというと好きというか、体を鍛えたりとか体を強くするとか、そういったことが好きなので、それで運動をやっています。結果的に健康にもつながってるってことはあるんですけど、じゃあどのくらいの頻度で今やってるかっていうと、だいたい今筋トレが週3回、ジムに週に2回行って、かつパーソナル、武術の先生からパーソナルの筋トレを教わっているんですけども、そのジムに週に2回、あとは家で筋トレを週に1回ぐらいで、週に1回のその家の筋トレもですね、実際筋トレグッズをいろいろ用意してまして、自宅にはベンチとダンベルと懸垂バーとディップスバーなど、筋トレしない人からしたら笑われてしまうかもしれないんですけど、そのくらい、家で、筋トレグッズが揃って結構ガッツリやってます。で、結構筋トレ系の YouTube とかもよく見てですね、いろいろと種目何やろうかなとか、重量とかセットをいろいろ組んだりとか、今日は下半身の何をやろうとか、上半身の何をやろうとか、いろいろ組み合わせメニューを考えながらやるのが結構楽しかったりしています。あとは武術なんかは週に1回から2回ですね。武術については僕の趣味にで結構触れてますけども、やっぱ強さというものに憧れていて、筋トレもそれにもつながりますけども、特に僕なんか目が見えないという、目が不自由というハンデがある中で、いろいろな、その肉体面も精神的面も頭脳も、経済面などなど、あらゆる面で強くなるということにすごく、憧れというか、そういう強さというものに、すごく僕は関心が強いので、特にこの武術っていうのは今とても楽しいですね。で、それが大体週に1、2回のペースで、やっています。あとは有酸素運動ですね。有酸素運動、最近なんかはヒートと言われる公共とインターバルの運動ですね。大体20分ぐらいを週に1回ですかね。45秒ぐらい体を動かして15秒休憩するっていうのを大体20種類やって、それが週に1回、そのヒートと言われるものをやっています。あとは昔から水泳だったりとかランニングなんかもよくやってはいたんですけども、そこは最近は控えているというか、やめています。なぜかというと、やっぱ筋トレはかっこいい体を作るためにはですね、結構このランニングっていうのがデメリットが大きくて、もともとランニング大好きで、本当毎日のように1日6キロとか10キロとか走るのが好きですね、河川敷っていうんですかね、荒川とか江戸川とか、都内であれば隅田川とか、そういう大きな川の土手沿いの遊歩道を走るのが大好きで、もうその近くじゃないと住めないぐらい、ランニング走るのが好きだったんですけど、ただ最近はですね、もう走るのはやめました。っていうのも、筋肉をつけるにあたって結構ランニングすると筋肉がつきづらい、むしろ筋肉を分解してしまうという話を聞いてですね、それを聞いてからはちょっと走るのをやめようというふうになりました。そしたら本当に一気に筋肉がつきやすくなったりとか、脂肪も落ちて、体がすごい引き締まったというか、そこが加速したので、そこを味を占めてしまってからはですね、ちょっとランニングというものはあまりやらなくなりました。水泳とかは好きでたまに今もやりますし、ランニングもたまに走りたくなった時は軽くやるようにしてますけども、基本は今有酸素運動はヒーとかウォーキングぐらいにしています。こんな感じで運動はこれからも続けていくし、やっぱ筋肉をつけることっていうのがすごく健康にもつながるし、やっぱ若さ、年を取りにくいっていうのもつながってるのかなっていうふうにいろいろ勉強して思うところはあります。最近読んだ本で、日本の中で一番長寿なのが川崎
市のとある地域らしいんですけど、そこはこう坂道が多いとかで、まあ、筋肉が鍛えられやすいって言うんですか、日常生活してるだけで、そういうのも影響してるのかな。やっぱり筋肉がついてる人はなんか年取っても老けにくかったりとか、まあ、若々しさっていうところはすごい重要らしいのでっていう本も読んだりとかしているので、まあ、今39歳ですけども、この先40、50、60、70って年を取っていくけども、この筋肉を鍛え続けるってことはやり続けたいなと思います。でやっぱりそうですね、筋肉つけると基礎代謝も上がっていくので太りづらいっていうのもありますし、細胞も元気になるのもあるので、やっぱこの筋肉をつけるっていうのはすごい健康にとっても大事だと思うので、僕ぐらいの頻度で運動をやるっていうのはなかなか運動習慣が少ない人からしたらすごいハードルが高く感じてしまうかもしれないですけど、ただ歩くとか軽く筋トレするぐらいだったらやった方がいいのかなっていうふうには個人的には思いますね。実際やってきたおかげで僕自身すごい健康にはつながってるかなと思いますので、今日はそんな感じで僕がやってる運動習慣についてのお話でした。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。僕は普段水素吸入についての役立つ情報を YouTube を中心に発信しているんですけども、それ以外にメルマガを運営しています。メルマガでは普段 YouTube で一般公開していない情報ですとか、あとはネットではなかなか言えないようなレアな情報ですとか、あとは僕が実際に使っている水素吸入器のメーカーについての詳しい情報などを発信しています。もしメルマガに興味がある方は動画の概要欄にリンクを載せていますので、そちらからご登録くださいますようお願いします。今メルマガにご登録いただくと、特典としてあなたにとってベストな水素吸入器を選ぶためのポイントをまとめたマニュアルですとか、知識をまとめた冊子の PDF を無料でプレゼントしています。なのでこの機会にぜひメルマガにご登録くださいますようお願いします。